皆さんどうもです。ポルスです。今回は新しい大会が判明しました。しかもこれ毎週あるような大会じゃなくて、フロスティフレンジみたいな単発のめちゃめちゃいい大会、かつ PS4 または PS5 限定の大会ですね。そしてフロスティフレンジみたいに大会開催日がもうすぐそこまで来てるし、獲得できるものも豪華です。解説動画のモチベーションになるんで、高評価と登録お願いします。それでは行ってみましょう。 Let's go。ではまず大会の日時ですね。なんと明日です。マジでなんでこんなに大会を発表するの遅いんやろな。最近めっちゃ遅いよね。めちゃめちゃいい大会やねんけど、2日前とかにしか言わんのやめてほしいねんけどね12月18日の18時から3時間10試合の形式ですね。そしてもう一度言っておくと、PS4 または PS5 限定のソロ大会です。限定大会は久々やな。なんかこの大会を作った理由は、プレイステーションの会社と締結したみたいなことが書いてあったから、もしかしたらプレイステーション限定の大会はまだまだ来るのかもしれない。で、参加資格 PS4 か PS5 でしか大会に入れないのと、レベル30アリーナポイントはおそらくオープンリーグでも入れます。で、レベルについて不安になってた人も多いと思う。まあ分かりにくいよね。フロスティフレンジーで分かった人も多いと思うけど、レベル30のレベルはアカウントレベルのことですね。そのシーズンでのレベルじゃなくて、このキャリアの右上に書いてあるポルスの場合やと1742、これはまあ全シーズンのレベルの合計かな。ここが30以上ということですね。サブアカウント対策なんやと思います。だからあんまり気にしなくてもいいかな。競技をやり始めた段階で多分30レベルぐらいは溜まってると思います。そしてここまでは前置きで、この動画で一番伝えたいこと、本題に入りましょう。まずもらえるもの、こちらになります。キャッシュカップ、お金ではないんですよね。1位はなんと PS5 がもらえると。ガチみたいなただこれはちょっと俺は運って感じで、1位しかないし難易度が高すぎるよね。しかもこれ全地域1位しかないんですよ。ヨーロッパでもアメリカでも1位だけ。難易度高すぎん、アメリカとかアジアはまだね、 PS4 で上手い人いっぱいいるんやけど、海外の激うま PS4 プレイヤーたちは軒並み PS5 に移行してたっていうのを知ってるんで、さすがに PS5 プレイヤーが勝ちやすいやん。今 120fps も出るし、まあ、それについてはね、また動画撮ろうと思うんやけど、 PS4 プレイヤーが1位取ったら万々歳やけど、まあ PS5 プレイヤーが1位取るんちゃうかなと思っちゃいますよね。で、 PS5 プレイヤーが1位取っちゃったら、まあ売られちゃいそうよね。ただ売ると規約違反になります。なんと上げても規約違反PS5 のスペアができるみたいな感じやし、ちなみにもちろんレシートもないんで、初期不良があればドンマイ俺的には物を送れるんだったら PS5 になんかね、アジア1位とかヨーロッパ1位とかの刻印とかそういうのがついてたらいいと思うんやけど、まあ微妙にこの大会に PS5 が1位の商品っていうのはなんかマッチングしない気はしましたね。まあ、PS4 の人が取れれば OK なんやけどね、十分可能性はあるし。まあ1位は難しすぎるし置いときましょう。それよりもめちゃめちゃいいのが、1位から300位までのコスチューム、インディゴクノってやつなんやけど、このスキンがもらえると。俺限定大会のスキンの中では結構かっこいい方と思うんですよね。好きな人も多そうやし、俺も好き。黒に青ってめちゃめちゃいいよね。しかも忍者スキン、しかもこれ再販来るかはわからない。こういうプレイステーション限定のスキンって再販が来る可能性って低いんですよね。多分売られないと思ってる。だからアジアで300人しか持ってないスキンになるんですよ。って言われるとすごくないPC だけでやってる人とかは逆に持てへんからね、このスキン。このスキンは勲章みたいになると思います。だからこそこの動画は300位に入るためにどうすればいいのかを必死に考える。とにかく300位に入るために試行錯誤をしましょう。俺も入りたいからね。ということで、ポイント制度をまず見ます。ソロ3時間10試合で、かつこのめっちゃ昔風のポイント制度。これ本当に昔で、この25位がめちゃめちゃ大事やった時代ってシーズン2ぐらいまでで、シーズン3からソロのポイント制度がもっと小刻みに変わったんやけど、今回はある意味旧型のポイント制度に取ってつけたかのような50位からの1ポイントっていう制度になってますなんだこれっていうね。最近規約5時とかもあって、なんかめっちゃ不安なんやけど、多分このポイント制度で合ってると思います。50位から25位の1ポイントは何の意味かわからんけどなんで英語なんだろうね。まあ規約だからね、これは間違ってないとは思う。ポルスは1回規約に裏切られたけど、
もともとのよくあったポイント制度はこの50位からがなくて25位に入ってまとめて3ポイント入ってたんやけど、そこだけちょっと刻んでますね。この50位は結構気をつけといた方がいいかな。後で解説するけど1ポイントの差で順位がめっちゃ上がります。とりあえずこの大会はこのポイント制度で300位以内がすごい大切っていうのが分かってくれたと思います。じゃあ問題は300位のボーダーポイントなんぼなんやと。そこやな。先に言っておくと、あくまでも推測やから過信は禁物なんやけど、できるだけやっぱり考えておきたいよね、目標ポイントを。じゃあどう決めるのかというと、時は遡り2月にですね、セレブレーションカップっていう PS4 限定の大会があったんですよ。その大会が旧型のソロ大会のポイント制度でやってたんで、多分一番今回のジェネレーションズカップと近いんですよね。確かチャプター2シーズン1の大会やから、環境は全く違う。移動物も車もないし、ショットガンとかもポンプとタクティカルショットガンの2強の時代やし、ミシックとかもなかったっていう環境で全然違うんやけど、ポイント制度が一緒やと似たような数値になりやすいんで、かつ PS4 限定大会なんで、これの1位とか300位の周辺を徹底的に見て、セレブレーションカップの方は2回行われてたんで合体させて統計を取ってみたいなと思います。まず1位はなんと2日連続1位、しかも直座し。この頃 PS4 で競技やってた人は未だに覚えてる人もいるんじゃないかな。まあレジェンドだよね。今は PC で活躍されてるラルさんが最強やった時代やね。マジで化けもうまい。対面ももちろん強いんやけど、終盤の立ち回りはガチで強いタイプですね。ルリ君みたいな安定感。固定折りはおそらくリテールローでした。まあ今はね、マップ変わっちゃってるからあれやけどね。で、ポイントは1日目89ポイント、2日目は102ポイントで1位でした。両方1位ね。ラルさんの特徴は1試合目大量キルビクロイをして、そっから立ち回りでとにかくビクロイを重ねる。1日目は3ビクロイやし、2日目に関しては5ビクロイ。ワッツって感じ。まあ圧倒的でしたね。このポイント制度はビクロイ取れるか2位から5位かはかなりポイントが変わるんですよね。2日目の2位の方も見てもらったら分かる通り、めちゃめちゃうまいし、平均順位、平均キル数ともにラルさんより上なんやけど、ビクロイ数が決定打になってるのが分かると思います。まあ1位に関しては正直もうそこまで届く人は解説以前に自分の戦い方が確立されてると思うんで、これくらいにしておきますね。1番のメインは300位にどう入るか。極論を言うと、2位だろうが300位だろうがもらえるものは一緒やから、300位が実質2位やからね。そこを狙っていきたい。その300位のポイントは2日とも50ポイントです。50でもただの50ポイントじゃないんですよね。1ビクロイの50ポイント。一言で50ポイント300って言っても、やっぱり300位ぐらいになると同列ポイントがめちゃめちゃいます。1日目の50ポイントは268位から341位まで、2日目の50ポイントは277位から341位まで50ポイントがいるんですよね。同じ50ポイントでも入賞してる人としてない人が半々ぐらいいる。この同率ポイント上で上に行くためにはビクロイの数が優先されます。だから50ポイントでも入賞できてない人はビクロイが取れてないからランキングが下になっちゃうよね。次に平均撃破数、平均キル数の多さでランクが変わる。例えば2日目の300位と301位は両方とも50ポイント1ビクロイなんやけど、そこで勝敗を決めたのは平均キル数ですね。平均やからね、総合キル数ではなくて平均キル数なんで、マッチに入ってる数が少なければ少ないほど有利にはなりますね。まあ、そこはあまり気にしなくていいと思うけどね。ビクロイ数と平均キル数まで同じやったら次は平均順位で、ここまで一緒やったら最後にコイントスらしい。今回のポイント制度は50位からポイントが入って25位に入ってしまえば3ポイント獲得っていう、総量は昔と変わらないから2桁とかの超上位にとってはね、あんまり意味ないと思うんやけど、まあ300位とかやったら50位で1ポイントって結構響いてくると思います。さっき見たように50ポイントってだけでもめちゃめちゃ人いたからね、1ポイントの差でどんだけ順位が上がるかっていうのがわかるよね。まあその1ポイントが響いてくるのを考慮して、ボーダーは55ポイントぐらい予想します。プラス5ポイントぐらい。まあ参加人数とかでもポイントって変わるから、できれば大会やりながらリアルタイムでランキングを見た方が目標は立てやすいね。この大会は300位がすごい大切で、その300位ら辺は同じポイント帯がめちゃめちゃ多いんで、ビクロイ取ってるかどうかが鍵になりやすい。だから終盤でキルを取っていくってタイプも結構いると思うんやけど、キル取りやすいしね。でも欲張らずに製造をまずは考えて勝ちを目指した方がいいんじゃないかなと思います。
おすすめはやっぱりツーリスポがあるところに降りることが強いかな。マジでレフトフィッシュとフロッパー持ってるだけで勝率がめちゃめちゃ変わる。中盤とか終盤まではレフトフィッシュでなんとかなるし、最後の移動アンチとかはフロッパー持ってるだけでめちゃめちゃ生存率が上がる。ショットガン、アサルト、リフト、ミニポー、フロッパーっていう構成が最高かなと思うわ。ぜひ皆さんもスキン目指して勝ちに行ってください。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またね。